ったらチェックしてください。あ、なんか、え、前歯がめっちゃ赤い。いやん、リップがついた。びっくりした。いや、リップ塗ったばっかだったから。あ、ハベににも程がある。え、人参ぐらい、ハベに、このレベルのハベに初めて見ました。すいませんね。血が出てるかと思ってびっくりした。今、急いでリップ塗ったから、ハベに、ハベにしてました。すいません。こんばんは。しんいちさん、福太郎さん、お疲れ。さーちさん、お疲れ。かずやさん、にしさん、ありがとうございます。ようへいさん、お断りです。しろくもさん、おみかんさん、こうさん、ヒーローさん、じんらいさん、らくさん、アルテミスさん、おたけさん、みぎたぴっぽさん、ふくちゃん、ぜーたん、だいきちさん、さんちゃんだよ、まるさん、スプマンテさん、すけおさん、くろさん、さわっちょさん、さったん、お断りです。小林たつおみさん、ガトーショコラさん、スカイファイルさん、新聞記者のともやさん、レネさん、じんらいさん、クックさん、レフトさん、春坊さん、コウジさん、ありがとうございます。ありがとう、チョコミントさん、西さん、ありがとう、コウさん、お断り、おみかんさん、じゃなかった、しんいちさん、お断り、おみかんさん、ありがとう、スタンプありがとう、よしかずさん、ジロくん、やまさん、クロさん、ありがとうございます。いい、もう、今日ずっとポニーテールとお団子で過ごしたから、頭がずっと引っ張られてて、多分この後解放したらもう頭が楽になる。もう今日ずっとなんかドキドキもあったし、髪の毛の引っ張りもあったしで、もうなんかずっと気が気じゃなくて、でね、この期間ツアーとみちゅさん卒婚、ひなさん卒婚、ツアー高崎彩子とかとずっと同時進行だったから、それが終わったらずっと気になってた、ずっと気になってたけどずっと我慢したやつを食べようと思っててね、ずっと本当にずっとずっと思ってたやつがあって、ちょっとこちらなんですけど、セブンイレブンのこのデカ豚ラーメンわしわしマックスを今日のご褒美として買いました。これを購入いたしました。そう、ずっと気になっててね、買ってみた。そう、珍しいでしょ私。はあ、そう、今日、いやもうちょっと今日はもう眠たいから今日食べようと思ったけどちょっと無理だから明日食べようかなと思います。本当明日ラーメン屋さん行こうと思ったけど、ちょっとこれ今日買っちゃったから明日これを食べますね。なんとカロリーが855キロカロリーあるんだけど、今日いっぱい動いたからね許されると思って食べます。やばいね、855キロカロリー。ひー、そう、明日くだらないとです。明日くだらないと出演します。なのでお昼ぐらいまではゆっくりして、宅配便とかもね、ここ最近お家にいなかったから再配達明日受け取ったりとか、そういうお家のことも明日は終わらせて、あまりゆっくりはできないんですけど、またね次のツアーとかに向けて頑張っていこうと思います。よしひろさん、けいさん、G2 さん、ゆうたくん、ありがとう、はちさん、えいとさん、ありがとう、たろいぬ46さん、ひろし BKK さん、しんいちさん、 BD マンさん、パイのみさん、ロスゴルペアドレスさん、ハリーポッターメガネのひげおじさん、スタメンさん、ジロくん、クロさん、ありがとうございます。トシさん、プーさん、スプマンテさん、ヨシヒロさん、アシーさん、カズヤさん、カドリさん、ありがとう、ミツルもありがとう、ありがとう、ファンちゃんから今日プレゼントもらいました。こちらもらいました、あられもらったよ、あやパンがくれました、開封しよう。ああ、もうちょっと昨日今日歌って、会場ってスモークがたかれてるじゃないですか、それで私多分スモークに弱くて、毎回ライブの日喉がイガイガ鳴るんですよ。
多分スモークでやられてるって今日気づいた。だからね、大事な昨日も一杯の水の時に、あやばい喉めっちゃイガイガの声やってなって、水とかもいっぱい飲んでもね、ちょっともうスモークに、ね、やられてしまう。あやパンがくれたやつ見よう。こんばんは、楓さん、フィリップさん、ありがとう、ありがとう。石川先輩お断りです。 Z さんありがとう、まこばやさん、きょんしゅさん、そらそやかさん、ありがとう。開けるよ、じゃん、かわいい、見てめっちゃかわいい、めっちゃかわいい。あやパンがくれました、揚げもち、揚げもち心のクッキー、米粉を使用し軽い食感に仕上げておりますだって。すごい。皆様に幸福が訪れるように願いを込めて世界中のラッキーチャームを散りばめています。なんかすごいかわいい、ありがとう。あやパン、あられ彩りあられだって。わあ、私とあやパンね、キャッチフレーズが2人とも彩り系のキャッチフレーズなんですよ。そう、人を彩るパンといえばっていうキャッチフレーズなんだけど、あやパンが、私が STU48 に彩りされるパセリことっていう、そのパセリっていうニックネームにちなんだキャッチフレーズなんですけど、彩りあられだって。なんか嬉しいな、こういう。それでね、お手紙をもらったんです、パセリへって。もうこんなに長文でね、お手紙をくれて、本番前にこれをくれたんですよ。なんか心の支えだったよって、ここまで乗り越えられたよって、尊敬してるよとか、ありがとうとか、最後はね、そういろいろね、そういうことをいっぱい書いてくれて、一番最後にね、老後まで長生きしようって書いてくれてたの。ファンちゃん、そう、会えなくなるけど、離れ離れになるんですけど、そう、また福岡に会いに行くねって言ったので会いに行こうと思います。リネタンと、大号泣のリネタンと一緒に会いに行こうと思います。もう私たちはもう仲良くなった初期の頃から、老後も仲良くしようねってずっと言ってたから、それを覚えてくれたのかな。そうやって書いてくれてとても嬉しいです。うん、寂しい。今日はもう本当に、あ、今日はこの服でした。今日のリハギはこれでした、パーでした。なんでかっていうと、パセリのパとアヤパンのパだからパーで、もうずっと決めてたんです。本当は昨日のツアー初日にこれ着ようと思ったんよ。いや違う、今日はこれは パンちゃんの日に撮っとこうと思って、もうずっと決めてて、これを今日着るっていうのを、そう、もう決めてたから忘れずに着ていきました。今日は公演中ずっと目が腫れててパンパンで、目なんか今赤いですね。なんかもう泣きすぎて、リハーサルとかから、リハーサルが一番大号泣してて、うえって言っておえつが出るぐらい泣いてて、それを見てさこちゃんが泣くっていうね。私がひまわりのリハーサルの時に泣きすぎてて、袖からサコとかが見てくれたんですけど、それを見てサコも泣きそうだったって言って。今日はね、あのパンということで、頭にパンをつけてお団子にしました。夜は絶対にパンを頭につけるって思ったから、昼はポニーテールにしました。メイクさんがね、いろいろ髪型変えたら大変だから、いっぱい人数いるからってことで、今日はこれにしました。さんちゃんだよ、まこばやさん、みっくさん、わっちさん、いもけんぴさん、まさきさん、しんいちさん、石川先輩、あんばさん、ありがとうございます。藤岡猫にゃんさん、かめさん、そいからさん、マリオ2さん、
クロさん、トシさん、ガドリさん、アンマさん、シュンさん、ありがとうございます。そう、今日はパンでした。こんばんは。そう、もうほどきたい。ちょっとずっと頭が痛くて、昼からこの髪型だからもうずっとずっと戦ってるので、ちょっと撮ります。スプマンテさん、バラありがとう。マコバヤさん、ダルマありがとう。ナルシさん、ハット。サンイチさん、バラありがとうございます。もうね、大号泣。めっちゃ痛い。でもどうしてもパンを頭につけたかった。トロリン、レインボースターありがとう。こんな感じでね、あの三つ編みになってました。この髪型でも、あ、でも痛いか、これ当たったら。メンバーにこれが当たったらちょっと痛そうだからダメだ。しんいちさん、だるまありがとう。さっき実は帰ってきてからあやパンが会いに来てくれてて、会いに来てくれて、別に私に会いに来たわけじゃないんだけど、他のメンバーに会ってるところちょうどね、そのタイミングで遭遇というかしてね、そう、もう本当のお別れをしました。抱きついた抱きついときました。リンネが抱きついときなみたいに言ったから、最後に抱きついときみたいに言われたから、パンちゃんに抱きついて、そうお別れして、カメコタイムしてきた。あやパンがいっぱいレスくれました。あのパセリわーみたいな、いろいろなんか喋ってくれて、でリネのカメラになんかあの最高歌謡、 HKT さんの最高歌謡をね、あやぱんずっと課外活動ユニットで披露してるんですけど、それをカメラに収めるっていうカメコタイムしてしました。うん、陣内さん、ラブレターありがとう。うん、スマホです。スマホで撮影タイムをさっきお家に帰ってきてから開催された。もうお別れです。もうちょっと髪の毛、頭痛すぎるから撮る。もう今日いっぱい泣いたから、もう最後の方はもう涙が出なかったの。ひまわりでさ、リハーサルで大号泣したけども、本番は一滴も涙がもう出なかった。泣きすぎてもうなんかもう無に入ってたんですよ、はあみたいな。もうそうだけど、なぜか大好きな人で大号泣っていう。うん、お手紙、あ、そう、今日お手紙を代読させていただきました。あやパンの推しメンの今村美月さんからのお手紙を代読したんですよ。そう、今日お手紙係が私だったから、でも誰からか朝まで分からなくて、マネージャーさんに「え、お手紙って私じゃないですよね？」って「書いてないけど大丈夫ですよね？」って言ったら、「今村さんです」って言われて、はあって。もうパンちゃん、ずっとオーディションの時からあやパンの推しメンはみちさんとパルトさんだったんですよ。だからそう、推しメン、あ、よかったねと思って。読みながらね、私もちょっと泣かないように気をつけました。泣いたらちょっと何言ってるか分かんなくなっちゃうから。そう、あ、聞きやすかった、本当は良かったです。なんか今日はずっともう公演、今日はねパンちゃんの卒業セレモニーの仕切りが私だったんですよ。だからその仕切りの進行の順番を間違えないようにしなきゃ、間違えようないようにしなきゃっていうのを、ペダルが終わったら私が喋って、それでパンちゃんが着替えに行って、それで喋ってっていろいろ考えてたの。だからもうずっとそわそわしてて、あやぱんも始まる前にお手紙誰からか楽しみって、今まで2回、あやぱ夏生まれだから生誕祭が、あの私は
タイミングが良かったんで、昇格してすぐに生誕があったけど、あ、やっぱ夏生まれだから今まで2回しか生誕をできてないらしくって、そう、それで今までのお手紙はお母さんとリネタンだったらしいんですよ、過去2回が。だからリネちゃんじゃないと思う、パセリよろしくねって言われたの、始まる前に。で、私は何もしないよって私何の係でもないよとか嘘ついたんですけど、いや、バレバレだろうなと思いながら嘘ついたんですけど、今日はみちさんのお手紙をね、読ませてもらいました。そう、めっちゃ緊張しててそわそわしました。しかもさ、あやぱんの最後で高崎あや子のイベントもあったから、パセリ推しもたくさん来てくださってて、あやぱん推しとかさやん推しとかあいこじ推しとかもやっぱ知ってる顔が多いから、研究生の頃からね、やっぱりもう見慣れた顔が多くて、それでもまたより緊張したりして、緊張した部分もあるし、逆になんかほっと落ち着いた部分もあるし、そう、なんか、はい、そわそわしてました、今日。ツアー初日も終わって、新曲初披露も終わって、この高崎彩子イベントとパンちゃんの卒業も終わって、4月が明日で終わるということでね、またね、5月も頑張っていこうと思います。いや、もう汗、もうすごい汗だくで、やばい。牛さん、ハートありがとうございます。新一さん、だるま、三船さん、タコ、ありがとうございます。力さん、マックスさん、ハート、レネさん、ハート、トシさん、だるま、エジリン、ハート、 Z さん、アイス、ジンさん、だるま、ジンダイさん、ラブレター、トロリン、シュンさん、だるま、リアスティさん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。もうそう、4月はたくさん活動ができて、とてもあの嬉しかったです。もう髪の毛、もう汗、やばいやばい。明日さ、宅配便の再配達を今まで受け取らなかったやつ受け取るってさっきも話したけど、あのもうインターホン聞こえないぐらい爆睡しそうで怖くて、インターホンの音を最大限に設定しとかなきゃ。いつもうるさくてなんか小さめにしてるけど、最大限にしとかなきゃ、もう絶対にもう爆睡。今日高崎彩子のイベントが終わって、他のメンバーが来て夜公演のリハーサルをして、なんかその時点で、あ、やばい、もうなんかもう、あ、脳みそがやばい、あ、なんかホワホワしてると思ってました。で、終わってメンバーが、高崎彩子以外のメンバーがメイクしてる間、なんかね、気づいたら寝落ちしてて、私10分20分ぐらいかな、寝落ちしてて、そう、私あまり楽屋で寝るタイプじゃないからびっくりして、普通に夢見てたんですよ。夢見ててポッと起きたら、え、あ、楽屋やんみたいな、え、やばい、楽屋だってなって、そう、なんかその後そわそわした。寝言言ってなかったかなとか、いびきかいてなかったかなとか、めっちゃそわそわしてね。で、なぜかめっちゃ寒くて、エアコンの近くにいたからか分かんないけど、めっちゃ寒くて凍えてて、その後ずっと、あ、やばいやばいって、そう、びっくりしました。周りに起きたらメンバーがいて、はあって、朝かと思ったら楽屋だった、ね、そう、びっくりです。多分この後もお風呂上がったらきっと爆睡だと思います。昨日はあのソラハさんが今兵庫県に、昨日兵庫でライブだったから兵庫にいてね、あの電話してたんですよ、テレビ電話してたんですよ。テレビ電話しながら私は高崎彩子のあのイベントの練習もしてて、曲流しながら歌ったりして、その間なんか寝落ちされてました、私が練習してる間。今日はゆっくり寝ます。でもこの後お風呂があると思ったら、お風呂、この汗だくの頭を洗わないといけない。そう、スタローなんか寝落ちされた。たかしんさん、だるま、ありがとうございます。ちんさん、うしさん、
リザ48さん、炎上さん、安部さん、だるま、ありがとう、ダーソクさん、トシさん、サダオさん、ハート、サトコさん、ハート、ヒリアスミさん、ハート、クアドリさん、だるま、ありがとう、安部さん、お断りです。新一さん、アイスありがとうございます。うわー、とにかく今は今の楽しいこれを食べること、もうこれずっと気になってたの本当に。でもこれを食べたら、これライブ前とかに食べたら絶対臭いじゃないですか。だからあのこういうイベントとかが終わったらご褒美に絶対買おうって思ってて、ね、絶対買おうと思ってたから、イエーイ。そう、もうコンビニでこれを見かけるたびに、あ、早く食べたい早く食べたいと思ってました。デカ豚ラーメン、わしわしマックス、最高や。もう匂いがすごいもんこの時点で。はい、あ、お話し会申し込み明日まで、あ、待って、コメントそれで書いてくれてありがとう。みんなお話し会でぜひ、お話し会も初日がね 2,3 ヶ月後になってしまうんですけど、よかったらツアーの感想とかもたくさん聞かせてもらえたら嬉しいので、あのツアーの感想以外もね、全然日常のこととか、パセリのことなんで好きかとか、最近はこういうところが好きだよとか、あのいっぱい好きを伝え合う時間を作りたいので、よかったらあのファーストアルバムのお話し会ぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 STU48 キャラアニで検索したらその申し込みができるので、申し込みの仕方がね、初めての方はちょっと私もね、あの申し込んだことがあるんですけど、あの STU と同じ Not Equal Me さんのお話し会に参加したり、あと STU のお話し会も参加して、おしましとかのやつもやり方も自分でやったことあるけど、やっぱ初めてとか久しぶりとかだとシステムが難しかったりするんですよ。だからそういうなんかいろんなことを、なんか手続きとかもいろいろある中で申し込んでくださる皆さん、改めて感謝の気持ちをね、その自分が実際経験してみて、そうよりね感謝の気持ちを感じました。あのよかったらぜひチェックしてください。よろしくお願いします。あ、鈴木彩香さんからいいねが来た。 X の鈴木のグッドもらっちゃった、ありがとう。鈴木のグッドいっぱい来る、ありがとうパンちゃん。あ、鈴木のグッド3個目来た、ありがとう。ふーたん、ハートありがとうございます。はるおさん、ハート。メロンのあそこさん、ハートとだるま。あるさん、ハート。にゃんきちさん、だるま、ありがとうございます。そう、あやぱんの SNS も本日まで、本当にあの今日が最終活動日なんですよ。明日までが4月だっていうのに、もう今日で終わるんだって。もうだからパンちゃんのメールもそう、今日で終わりだし、SNS もショールーム、もうショールームは昨日が最後だったんだって。もう全部、もうみんながあやぱんの姿を見れるのはもう今日が最後になってしまうので、いっぱいパンちゃん見てください。パンちゃんは X のアカウント残すのかな。なんかメンバーによって残したりなくなったりとかなんですよ。ツイートを削除してアカウント残ってるメンバーもいれば、アカウント自体なかったりとか、なんか本当に人それぞれな感じなんだけど、パンちゃんはどうなんだろうね。残ったらいいなと思うけど、まあ、パンちゃんはね、あの2期生の研究生アカウントがほぼパンちゃんのアカウントだったから、パンちゃんのアカウントがもし消えたとしても、2期生のアカウント見ればパンちゃんの過去の投稿はね見れる。残さないの？え？残さないの？無理、そんなの。今のうちに全部スクショしなきゃじゃん、あやぱんの過去の投稿。マジか。そうなのか。し
しょぼんです。これからはもうお友達としてやってきます。福岡に美穂にも会いに行かなきゃだけど、あやぱにも会いに行かなきゃ。福岡、私帰省するときにさ、この前帰省するときも美穂に連絡したんですよ。あの帰省するタイミングでって連絡したんだけど、ちょうどそのタイミングでみほりんがあのそう他の場所にいるっていうので会えなかったりしたから、そうだね、帰省するとき行きはあやぱん、帰りはみほとかで会ってもらえたらいいな。ね、遊びますよ、いっぱいぱいちゃんと。やすもさん、だるま、ぶんさん、だるま、しんいちさん、だるま、さゆつさん、ゲームギフト、おみかんさん、えらい、ありがとうございます。そう、いや、るいせん、いや、そうだよね。いや、昨日も私いっぱい泣いた。え、昨日ね、帰り道にね、あのね、あおいさんに、あ、本当にもうあおいさん入って嬉しいですって話したよ。本当に嬉しいんですって言って、なんかずっとひっつき無視して隣歩いてました。帰り道絶対邪魔だっただろうなと思って、余韻浸りたいだろうに、私がずっと金魚の糞してました。あやぱんの妹、あやぱんの妹会ったことないな。あやぱん、お姉ちゃんもいる。お姉ちゃんも会ってみたいな。なんかね、2年前か3年前ぐらいにあやぱんが妹に学校の宿題を教えてるみたいな話をしてたんですよ。でその時に、あ、なんで尊いんだって思って、いつもなんか妹のような、高崎愛子の中で一番下だから妹のような、もうなんか愛されパンちゃんが家ではお姉ちゃんしてると思ったら愛おしくて、私はエステューではお姉さんだけど家では別にお姉さん、妹いるのにお姉さんはしてないから、なんか家でお姉ちゃんをしてるメンバーっていうのが想像つかなくて、尊いってなった。尊いだよ。さとこさん、ハート。マウナさん、ハート、ありがとう。ふーたん、だるま、いでさん、バラ、ありがとう。あ、わかりました。パンやったらパン屋さんに行きますね。なんかパンちゃんの、そう、おすすめパン屋さんがあるんだって、福岡に。だからパンちゃんと遊ぶときパン屋さんに連れてってもらいたいと思います。だから今日の MC のエピソードがさ、あのリコチが話してたオーディション時のあやパン、お菓子を我慢して、大好きなお菓子を我慢して STU に入りたいから10キロ痩せましたっていう、あの話がもう本当に衝撃で、ずっともう加入して 2、3年、あやぱんが物を食べてるとこ見たことがなかったんです、私たちメンバーで。いつもメンバーであやぱん絶対食べてない、心配だって話をしてたぐらい本当にストイックなの、あの子は。で最近は食べる姿を見るようになって本当に安心してて、いや本当にあやぱんが食べてるとこ見たことがなかったんですよ。こんなにずっと近くにいる私ですらなくて。だから前にサーヤンとあやぱんと初期の頃にパン配信、パンを食べながら配信をしたんだけど、その時に、あ、食べてるっていう安心したぐらい本当にもう、そう、日頃我慢してたりとか。だから卒業した後思う存分いっぱい食べてほしい気持ちです。もうもりもり食べてほしいね。のぶろうさん、ハートありがとうございます。いやー本当に、でも私も8キロオーディション受ける、オーディション私は長い間受けてたから、オーディション受けるために私も8キロ落としたけど、本当にそれでもきつかったから、もう10キロとかもううーって感じ、もうすごい、もうそのなんか体重を、目標のために体重を落とすきつさが私も分かる分、なんかもう共感もだし尊敬もだし、はぁーってね。おみかんさん、尊い。まるまるさん、タコありがとうございます。
そう、私リンゴしか食べてなかった。未だにメンバーにいじられる。パセリまたリンゴばっか食べてたら耳が聞こえなくなるよってよく言われます。いつも言われる。食べてね。もうなんかさ、みほりんとかもそうだけどさ、アイドル期間中にいっぱい我慢してた分いっぱい食べてって気持ちになるね。えいっぱいお食べなさいって。めっちゃ輝いてたな。なんか卒業の日は本当にみんな輝いている。てかねえねえ、なんか本当にさ、先輩メンバーにも後輩にも愛されてるっていうのを今日の MC で実感して、でさ、普通に曲の間の MC でみんないろいろエピソード喋りすぎて、最後の方もうエピソードなくなるぐらい喋り尽くしてちゃってさ、なんか私も逆なんかありすぎて、いろんなエピソードがありすぎて、もうずっと一緒にいすぎたから、もうエピソードっていうのが難しいんですよ。生誕の時にも思うけど、なんかもう一個一個上げ出したらキリがないぐらい、もう忘れてしまうぐらいエピソードがありすぎて、もう難しい MC で話すのがね。あ、そう、くるくると師弟関係らしいです。でも何の師弟関係かは本人たちも知らないらしくて、なんか不思議だった、不思議時間だった、ね。なんか出かけましょうねって話したけど、出かけたことはないらしいです。あるあるですね。私とは出かけてもらおうかな、くるくるね。お出かけしたいな、私も。後輩と、後輩とお出かけしたことまだないから、ちょっとね、ちょっとお出かけぜひしたいですね。少々さん、ペンライトありがとうございます。心の困りごと相談室さん、ピカピカ。たかしんさん、ペンライトとバラありがとうございます。ありがとう。今日はね、昼公演の本番前、前髪が何回やっても前髪がこっちにこうなって曲がってて、あーもう無理ですって、今から紙飛行機も折らなきゃだし、紙飛行機にメッセージも書かなきゃなのに前髪が決まらないって言って、前髪がずっと調子悪くて今日で、メイクさんがドライシャンプーっていうのを貸してくださって、ドライシャンプーって知ってますか皆さん。スプレーでできるシャンプーなんだけど、水で洗わなくていいシャンプーなんだけど、ドライシャンプーとかいっぱいして、そう、あ、湿気かな、そう、もうね、だから最終的にこんな感じでスプレーをもう取って、ここだけ今日珍しい前髪でした。私だからね、そのスプレーのカスみたいなのがいっぱい降ってくるんですよ、目にパラパラとね。今はメイク直し、メイク直しっていうか書き足したんだけど、今日公演終わって鏡見たらもう汗と涙で全部メイク取れてて、ああ私これでステージ立っとったんやってなりました。うん、やばいやばだ。メッセージ書いてない紙飛行機ないよ。みんな書いたよ。1人5個投げました。1人5個で4人だから20個今日紙飛行機、直筆紙飛行機。あの紙飛行機さ、リハでやって、私さ、あの客席にすら行かなくてステージに着地したんですよ、何回投げても。で今日は本番は一応あの客席には行きました。でも全然飛ばなかったです。もっと多分画用紙とかの重みがあるやつが良かったのかな。後ろの方に投げたかったのに、もう全然なんかふわ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 舞ってて全然飛びませんでした。誰が書いたのか分かりませんでした。私はね、私が書いたやつはパって書いてる、全部パって書いてあるやつはパセリです。パって書いてなければパセじゃない。でも字で分かりそう。ルサイチさん、だるま、マモルさん、だるま、ありがとうございます。55分、へえ、なんか急に声がガサガサになった。もう終わりなの。
病院も浸らせてくれないじゃん。なんかさ、こういう卒業公演とかイベントの後って SNS 更新してる間に1時間とか余裕で経ってるんですよ。今日は2時間ぐらい経ちました。帰ってきて SNS とかいろいろ写真選んで、写真のあの色味とか調整したりとかなんかしてたら、もうすごい時間経つからさ、なんかもうさあ、ファンの方も亀子さんだったりとか上げてくださったりするじゃないですか、声の感想とかメールの返信とかさ。もうそういうのもさ、もうありがとうってなる。全然ゆっくりでいいですよってなる。でもメンバーはさ、当日がいいじゃん、その日のその勢いというか感情でやった方がいいからね。もう全然もうゆっくりで、もう1年後とかでも全然待ってるってぐらい全然ゆっくりでいいですので、ね、亀子さんとかあのメールの返信は1年後はちょっと何の内容か分かんないから、メールの返信はせめて1ヶ月以内とかでお願いいたします。ちょっとね、本当にパセリが落ち込んでるメールの返信とか1年後にされても、多分その頃には元気になって、そんな悩みちっぽけになってるからね。まあでも本当にいつもたくさんね、 SNS とかもありがとうございます、チェックしてくれて。もう壇上、壇上の時間、じゃあ壇上行きますね。今日見てくれてありがとうございました。またねゆっくり配信、明日配信できるかなと思います。明日でも生配信あります、夜くだらないとっていう YouTube にて生配信がありますので、また告知もします、よろしくお願いします。それでは壇上いきます。13位陣内さん、12位新一さん、11位クワダリさん、10位 Z さん、9位スプマンテさん、8位 K さん、7位福ちゃん、6位ヨシヒロさん、5位ゼータン、4位カメさん、3位ゆうたくん、2位プーさん、1位 G2 さん、ありがとうございます。昨日いただいたタワーのお礼もまた読みますので、遅くなってしまいすみません。今日もありがとうございました。ではちょっともうやばい、このままここで寝落ちしそう、やばい。誰かビンタしてください、誰か一発やってください、グーでお願いします。せーの、 ありがとうみんな、ビンタありがとうございます。あ、チョキもパーもありがとうございます。あ、なんかじゃんけんみたいになってるよ。パー出しとこう、みんなグーしてるから、パーです、ファセリンのパー。おやすみなさい、バイバイ。あやぱん大好き、あやぱんずっと大好き、あやぱん、あやぱん、悲しくなってきた。あやぱん STU に入ってくれてありがとう、みんなもありがとう。あー泣いちゃうよ、あやぱん、あやぱんが STU じゃなくなる、あと数分で。あー STU48 のあやぱんも大好きだし、鈴木あやかも大好きだよ。おやすみなさい。